そして紐はパンタグラムでソミトになって右側をついて膝になって、うん、ではこれで牧草いきます。牧草はい、牧正面に行って、もう一つが、下正座しないパターン、このパターンはここまでになりますね。で今度左足をここ半分こう、はい、ちょうどこういう感じですね。こういう感じ、このまま持ってきて、でここでパンタグラフです。同じです。で、ですね、はい、これが、まあ、ちょっと砕けたというか、まあ、あと下正座できないようなところ、一応2パターン。
傾きがパッとくる、あの止まってパッとくるちっちゃくなるようなイメージですかね。でその時にスッとこういうふうに、受け流す、っていう技でしたね。でじゃあもう一度戻ります。でここからちょっとダメな例やります。でこの場であまり動かずにやるとこうやって、こうやってあの力をもろにくっちゃうんですね。でじゃあもう一回やります。これを相手にちょっと向かっていくような感じ で斜め左に出ていくような感じでスッと受け流します。そうするとそのまま歩いていけば切れるっていう、こういう技前にやったことがあると思います。じゃあちょっと一回やってみますね。じゃあ、今度は正眼に変わる。じゃあ受け流しをやってみてください。ここからそれおいいですね。で歩いて、はい、歩いていけばいい。でこの技を今度は、じゃあまた上からできていただいて、でこのここからこれこあのこの塚をそのままガンと顔に当てていきます。この勢いを使ってそのままガンと当てていきます。じゃあもう一回ですね。ここからスッとこのままガンと当てる、ね、でこの続きがあります。でじゃあもう一回お願いします。ガンと当てたらそのまま下に落ちます。でこの足首のふくらはぎの後ろ側ですね、まあ、あの甲冑着てても何の防御もないところを掴んでもう一回カンで、ここであの相手がこのまま倒れてくれればいいけど、倒れなければ倒れなくてもこのまま切れるみたいな、ね、じゃあもう一度お願いします。ここからサッとやってバンパンチいう、ね、じゃあ今度ちょっと打ってゆっくりやるので、ね、やってみてください。でバンあの先ほどの急にしゃがむっていう術はですね、ここで使って、受け流しをして疲れボンと打った後にこの場にいるんじゃなくて、いきなりここからスコンと座って足の下を、相手の意識が上にあるのでその時にいきなり座って、でこれが外れたっていいんですね。外れてもそのまま切れますからっていう風なね、術に、運動します。もう一度だけ最後じゃ、ゆっくりやりましょう。お願いします。でここからこう来てバンと打ったらはい、はい、じゃあどうもありがとうございました。早い、もう流れ慣れてますね。一例を叶う、はい、まとは命ということで、でまあ今日も言っておきましたが、いざっていうのを掛け声してから危険ですよってことを周りに知らせてからです、うん、いざいざいざで最後に、うんしまってくれてますね。じゃあ、じゃあ、まだ片付けなくてもはい、じゃあこれから打法をやっていきたいと思います。打法というのは、まあ、手から離して、まあ、俗に言う投げつけるという方向に近いと思うんですが、あまり投げると言わずに、打法、つまり打つという風な表現を、通常使っています。この辺でもう離れていって、あ、この辺で、はい、あ、そうですね、大体この辺だと思います。はい、自分のこうやって見てるわけではないけど、多分こんなもんですね。はい、で、まあね、投げるだとこれがこう手首で押すという動作があって、こういう回転があるし、で、この打ち出すのでも気持ちが強いとこう押してしまう。押さずにそのまますっと抜けていく。はい、っていうのを、はい、で、打つ前には、まず的に対して一礼をして、そして、まあ、周りにあの今日は敵はいないので、危ないよっていうことを知らせるためにいざっていう言葉を言ってから打ちます。いざで終わったら落ちます、っていうふうなね、このような、まあ、あの遊びじゃないので、武術というのは必ず命に対して危害を与える行為ですから、遊びでやるんじゃなくてしっかり覚悟を持って本当はやりたくないとか、うん、そういうのを持ってやる。じゃあ、で
これが成功した時も失敗した時も同じ気持ちでいるっていうことがすごく大事です。成功したらやったっていう気持ちになるし、失敗したらあーっていう気持ちになるかもしれませんが、実践の場合はそんなことをやっている間に喜んだり悲しんだりしている間に次にやられてしまうので、次のことを考える。なので、成功しても失敗してもこの不動の心、不動心っていうのを鍛える修行だ。だから最初の頃の方がいいんですよ。失敗するから。失敗するといい、不動心のトレーニング。はい、わかりました。という気持ちで。